はい。ということで、今回もね、荷物配送したんですけど、やっぱガラガラ買うわ。配送料だけで3500円もかかりましたわ。どうも、皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、3月25、26日、ポートメッセ名古屋にて開催されました、名古屋レプタイズワールドでの宣伝紹介をしていきたいと思います。はい。今回はですね、生き物関連の、はい、いただき物とね、僕が購入した商品と、お迎えを紹介させていただこうかなと思います。いただき物に関しては後日いただき物開封ライブの方でね紹介させていただきますので、そちらもねお楽しみにということで、それではご覧ください、どうぞ。はい、ということでね、今回も私オリザさんの方でね販売スタッフとして参加させていただきました、たくさんの方遊びに来ていただきまして、お迎えもねたくさんしていただきました、ありがとうございました。あ、そうそうそう、最後にね、これ一応全部紹介した後にオルザさんにいたね、今回の入荷生態とかね、在庫生態のね、ちょっと紹介、させていただきますので、最後までゆっくりご覧ください。はい、じゃあ早速ね、購入したものを紹介していきましょう。まずはね、こちら、はい、何かというと、はい、コオロギですね。はい、コオロギがですね、1、2、3、4と、クロメガのコオロギがね、はい、1、2ですね。はい、たまにコオロギって言う人いますよね。正しくはコオロギですからね。はい、そんなんどうでもいいんですけどね。イベント大体ね、2日間やってたらね、閉店前とかになると、ね、タイムセールで2パックでね、800円とか900円とかになったりするんでね、こういうのはイベントならではのね、ありがたいところですね。はい、じゃあ続いてですね、用品系ですね。はい、こちら。はい、これ、ワイルドモンスターさんかな？ジェックスさんのバスキングライト、サングローの 50W。はい、もうこれも、何個買うてんねんっていうね、これ。はい、僕大体カメレオン 50W 使ってるんで、今回もね、全然在庫あるんですけど、はい、ノリで一応1個買ってきました。まあ何かあった時のためにね、はい、保険で買ってきました。あともう1個は、これズーメッドさんのね、レプティさんの 10.0UVB ですね。これもまあね、予備で買ってきました。一応ね、はい。全然今、使えてるんですけれども。はい。で、もう1個がこちらですね。はい。これ何個目やこれ。はい、これもジェックスさんのね、ライトドーム14センチ。はい、これ僕カメレオン基本的にこの14センチなんて使ってるんですけども、なんか気づいたらカゴに入ってました。はい、ということでこちらね、用品はこれぐらいですかね。はい、じゃあ続いてはですね、あ、これね。はい、こちらですね、コバズコーヒーさんのね、はい、ガブさんのうんちステッカーです。いや、ガブさんのうんちステッカーはちょっと語弊あるな。ガブさんが書いた爬虫類のうんちステッカーですね。はい、しっかりね、これ尿酸がね書いてあるね。このガブさんのね、この絵のタッチ僕すごい好きなんでね、はい、これうんち好きとしてはね絶対に買うべきだなということで、ね、今回購入してきました。これ冷蔵庫かなんかにねペタッと貼らさせていただこうと思います。では続いて、あ、これはね、いただき物なんですけれども、これカメレオンのクッキー、今回ね出店されてた業者さんのところのやつなのかな。はい、すごい可愛いね、カメレオンのこれのしべかのしファリーですかね。 For you って書いてますね。はい、危ない、これね本当に割らずにね、はい、カンカンに入れて厳重にね持って帰ってきました。はい、なんとか割れずにね紹介できてよかったです。はい、では続いてはですね、はい、これですね、もみちゃん用にということでね、モモンゴのね、これパカってなってるね、このポーチ可愛らしいやつをね、ズーちゃんさんっていうね、これ販売もされてるのかな。はい、方に作っていただきましてね、これまたねめっちゃ可愛いね映像をね、うんごみちゃんに使ってるところをね撮らさせていただこうと思います。ありがとうございます。では続いては、オーサムプラントさんっていうね、流木カメレオン飼育者御用達のね、巻き巻きの流木が格安で売ってるお店さんからね、こちら爪切りいらず備長炭止まり木ということでね、これモモンゴにも使えるしカメレオンにも使えますよということでね、はい、これね、しかも備長炭なんでね消臭効果もあるということでね、はい、これね早速ね使わさせていただこうと思います。と、あともう一個がですね、これね、これ備長炭はしご、ちょっとポロシャツの色と被ってあれやな、ちょっとこれ見てください、これ備長炭はしごってね、ああ、あ、匂いはせえへんか。はい、同じくこれもね、備長炭で作ったはしご。これはですね、袋モモンガ鳥カメレオンということでね、あ、もう全部俺にマッチするやん。鳥だけ買ってないか。はい、これ、うんごみちゃんにね、足場に使ってあげてくださいということで、これもね、消臭効果あるのでね、はい、早速使わさせていただこうと思います。いや、本当に、オーサムプラントさん、いつもありがとうございます。はい、じゃ続いてはですね、あ、ティロリン？はい、ということでね、1イベント1ヨレズということでね、今回もね、オルザさんの方でね、ヨレズ購入させていただきました。はい、こんなんは何本あってもいいですからね。はい、では続いては、こちらですね。はい。もうちょっと最近マジでこいつにハマりすぎやろ俺っていうね。これラビーンさんのね、はい、ピリちゃんのピヨーンって書いたね、口下をね、はい、一足購入してきました。前回右足左足とね、はい、もう一足バージョンでこれね、新しくね購入してきました。はい、ありがとうございます。では続いてはこちらですね。今回ですね、私ね、農家ちゃんとね、キリチョウ商店さんのところでキリちゃんズっていうね、お洋服のね、お戻りの方をさせていただいたんですけども、今回はですね、こちらでございます。
はい。これね、カメレオンのそよ風ロンティーカーキバージョンをね、私購入させていただきました。サイズはね、L ですね。はい。いろいろ可愛いやつあったんですけども、今回カメレオンはね、これと、お帽子とか小物類だったんで、アパレルはね、今回僕購入、こちら購入させていただきました。で、続いてはですね、これ1個もつけてるんですけど、こちらですね、同じく、はい、これ霧町商店さんでね、出してた、チオレザーさんのね、こちらミニポーチということでね、ナゴレプ限定カラーのね、桜カラーということで、ね、こちらね、写真で見た段階でもバリクソ可愛いやんけということでね、はい、そこを購入しました。カエルのね、はい、金色のね、刻印が入ってますね。これね、レザーになってて、こういう風にね、中にね、小物が入れれるんですけれども、まあ僕は個人的にはね、これで、って書いてね、このレザーの香りをね、一日楽しんでました。はい、ということで、今年のトレンドカラーのピンクということでね、すごい可愛らしいカラーでね、はい、大変気に入ってね、使わせていただきました。で、一緒にね、これ横についてるこれ。このインコのね、可愛いビーズのキーホルダー。はい、これも視聴者さんにね、はい、お友達の印にということでね、いただきました。ということで、はい、こんな感じでつけてました。はい、ということで、今回購入品は以上となっております。じゃあ、こっからね、はい、お迎えの紹介をさせていただこうと思います。今回私がお迎えした生態は、こちらでございます。ティロリン。はい、この段階で分かる人いたらすごいですね。はい、ちょっと寄ってみましょう。はい、こちらはですね、コーネリーカメレオンの女の子をね、今回新たにお迎えしました。これ見て皆さん分かります?はい。お腹ぼってりでしょ。こちらね、キャンドルさんでね、購入させていただいたんですけれども、まあ、この時期に入ってくる、大体ね、このホーネリーとかね、この系のやつらは、大体持ち腹、特にお腹に子供が入ってるということなのでね、この子たち、胎生種って言ってね、卵ではなくね、そのままの形で産むね、カメレオンなので、はい、数日後にはね、ボロボロとね、赤ちゃんたちの様子見れるかなということでね、まあ、できればね、産卵のシーンとかね、撮れたらいいんですけれども、ケニアのね、ワイルド個体ということで、はい、状態もね、さすがキャンドルさん、プリプリですね。はい、すごくいい管理をされてますね。ちょっと開けてみましょうかね。はい、サイズ感はね、こんな感じですね。はい、まあ、小型のカメレオンなので、はい、まあ、メスということなんでね、まあ、ちょっとちっちゃめではあるんですけれども、はい、立派にね、お腹プリプリで、はい、顔面もね、黄色くて、はい、すごい綺麗な個体ですね。でね、別名ヘルメットカメレオンと名の通りね、頭がね、ちょっとヘルメット状にポコッとなっててね、鼻先もちょっとツンととんがってて、で、背中もキールが立っててね、はい、すごい僕ビジュアルは好きなんですよね、このホーネリー。はい、ということでね、まあ、今日はね、お迎え初日ということなので、はい、あとはね、ケージに入ってもらってね、ゆっくりしておいてもらいましょう。ということでね、はい、今からはオリザさんにいた、今回名古屋レプタイルズワールドの生態の紹介していきたいと思いますので、ゆっくりご覧ください。どうぞ。はい、まずはですね、こちらパンサーカメレオンアンビローブのレッドですね。いや、今回ほんとアンビ祭りということでね、赤い個体めちゃくちゃいました。いや、ブルーのバーもね、めちゃくちゃ綺麗ですね。サイズもね、まだ若くてね、これから成長とともにね、色の変化が楽しめる、はい、そんな子たちでした。あ、この子もバッキバキですね。この子はちょっと大きめのサイズでしたね。続いてはパンサーカメレオンのしべ。いや、赤の後は青もいいですね。今回真っ青なのしべもね、結構いましたよ。あと個人的にはですね、このね、ちっちゃいサイズののしべがね、もうこのサイズでね、めちゃくちゃ青くてね、将来有望な子たちがね、たくさん来てました。ちょっと持ったら黒くなっちゃいましたね。この子はやや色薄めのライトブルーの綺麗な子ですね。続いてはこちら、アコンティアスことサバンナダーツスキンクですね。こちらケニアに住む、これね、ヘビかと思いきや実はね、手足のないトカゲなんですよね。この通り優しい顔つきをしててね、別名イルカ顔とも呼ばれてるみたいですね。地中性のトカゲということで、土好きの方いかがでしょうか。ここからはマダガスカルのワイルドの子たちですね。パンサーカメレオンのアンカラミーだったり、パーソンカメレオンオレンジアイ。いや、でかいですね。立派なオス個体です。こちらですね、オショネシーカメレオンですね。はい、綺麗なブルーの子がいますね。こちらショートホーンカメレオン。はい、その名の通りね、鼻先にツンとちっちゃいね、角がありますね。あと耳元のこのフラップが可愛いですね。続いては人気のビレーシュ、カーペットカメレオンですね。いや、本当にね、めちゃくちゃ美しいですね。こちらカーペット3匹いますね。1匹どこにいるかわかります？はい、ここからね、ひょこーっと見てくれてました。続いてはカメルーン便から、こちらホカケカメレオンですね。いや、これすごい絵になりますね。やっぱホカケ、その名の通りね、背中にね、穂のようなヒレがあったりね、あと尻尾がね、ちょっとだけくるんと短いのが特徴ですね。いや、可愛いですね。はい、人気のおまんじゅう詰め合わせ、アメフクラガエルもいましたね。お、何やら変なやつがこっち見てますね。はい、こちらイエアメガエルのビッグサイズですね。はい、こんな面白い子もいました。
続いてこちらはフライシュマンアマガエルモドキ、通称グミガエルですね。はい、このニコッとしてる顔が可愛いですね。最後はこちら、フクロモモンガリューシスティックの男の子ですね。いや、この子本当に真っ白でした。今回紹介した生態、中にはまだ在庫いる生態いますので、気になる方はオリザさんのツイッターの方までお問い合わせお願いします。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントのよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。